美味しいです。はい、美味しいです。こんにちは、 Welcome to my culture. 私はまおみです。今日紹介する先生はユン・キョンホ先生です。안녕하세요저는윤경호라고합니다오늘소개해드릴요리는삼계탕이라는요리인데요今日紹介する料理は삼계탕です。여름에엄청더워서땀이많이나잖아요夏は暑くて汗がいっぱい出ますよね。그때이제지칠때보양식으로먹는음식입니다。バテた時によく食べる料理です。옛날부터대한민국에는昔から韓国では삼계탕을꼭먹어야만하는날이있었어요。삼계탕을必ず食べなければならない날이있었어요。여름철에있는복날이라는건데초복중복말복이렇게3일이있습니다。夏の間に3回食べるというのがあります。이제식재료를소개해드릴건데요제가材料を紹介します。제일먼저주재료인닭今日のメインとなる鶏肉です。삼계탕의인삼용삼계탕의삼であるコーラニンジンです。그리고육수로사용할양파랑대파それからだしとなる玉ねぎとネギです。그리고이삼계탕안에넣어줄찹쌀이랑마늘이랑대추それから、サムゲタの中に入るもち米とナツメとニンニクです。그리고이소금후추는마지막에간을할용도로쓸것입니다。それから、コショウと塩は最後に味付けとして使います。이제요리를시작해보겠습니다제가요리를始めてみましょう。먼저마늘의꼭지는제거가된상태이고요닉닉의端は切りました。이인삼의머리부분을제거해줄거예요それから코라닌진의頭を切っていきます。다음은대파는이건육수용으로쓰고요これはだし用に使います。적당한크기로썰어주고요半分に切ります。이거는얇게채썰어줄게요이거는얇게切っていきます。닭고기는너무많은지방이있으면요리를완성했을때음식이좀지저분해져요닭고기는とても多く脂肪があると요리를완성した時にちょっと요리が汚くなります。그렇기때문에이런닭엉덩이부분에붙어있는지방들은미리제거를해놨고요お尻のところにある脂肪はもう取ってあります。그리고이닭의꽁지부분은꼭제거를해주셔야해요この尻尾の部分は必ず切ってください。이제닭고기안쪽에이재료들을채워볼게요では、鶏肉の中に材料を入れていきます。불려놓은찹쌀을안에넣어줘요まず浸しておいたもち肉を찹쌀을어느정도채우고나머지마늘과대추인삼을넣어줄거예요もち米を半分くらい入れて残りニンニク、ナツメ、コーラニンジンを入れていきます위에다시찹쌀을채워줘요これらを入れた後に最後にもち米をかぶせます그리고이닭고기의다리를꼬아줘야하는데익으면서다리가빠지지않게허벅지살부분에칼집을내줘요そして鶏肉の足を結んでいかないといけないんですけど煮て鶏肉の足が抜けない取れないように太ももの部分を切ってあげます그리고그칼집을내준부분에다리를끼웁니다切り口を入れたところに鶏肉足を入れていきます됐다어쨌든찹쌀은털어주고もち米は落として닭고기가물에잠길만큼냄비에물을넣고鶏肉が全部水に浸るように水を入れていきます양파와대파를넣어줘요玉ねぎとネギを入れていきます아까남은마늘도같이넣어줄게요さっ
き残ったニンニクも入れていきます。뚜껑을열고蓋をして중불에서50분동안끓여주기만하면됩니다。材料すべて入れたら中火で50分煮ていきます。揚げ크기에따라다를수있어요。鶏肉の大きさによって違う場合もあります。자완성이됐고요한번꺼내보겠습니다。取り出してみます。육수로우린양파랑대파는빼주게요。다시이내뒀다담아내기도레기와버리다시마보통삼계탕을먹을때는각자가소금간을해서먹는데지금은제가나오미한테여기간을해서드릴게요。本来삼계탕을食べるときは各自の口に合った味付けをするんですけど今回は今日の方先生が味付けをしてくれます。소금을넣을게요。塩を入れます。소금을4번정도넣었습니다。塩は小さじ4杯入れました。이제여기에아까썰어두었던대파를올릴게요。先ほど切っておいたネギをここに振りかけます。경호先生はネギがすごく好きなのでたくさん入れるそうです。대파좋아해요。네저도좋아해요。다넣을게요。네그리고닭고기를찍어먹을소금과후추를맡길게요。それから鶏肉をつけて食べる用の塩と胡椒を作ります。자이제먹는방법을알려드릴게요。では食べ方を紹介します。보통그냥맨손으로찢어서여기아까만들어놓은소금후추를찍어서닭고기를먹습니다。本来素手でちぎって先ほど作った塩と胡椒をつけて食べます。저는쌈장이라는소스에이닭고기를찍어먹는걸좋아해요。경호선생은쌈장에찍어먹는게좋다고합니다。그거랑생양파랑같이먹으면되게맛있게먹어요。저는쌈장과남아노타마네기를一緒に食べると美味しいです。美味しいらしいです。나오미닭다리좋아하는네소금에비치나서해줍니다。삼계탕맛있어요。어디래먹여드릴래요。おいしい。口の中に鶏肉が入った瞬間に溶けて、ナツメと高麗人参の風味がしてとてもおいしいです。おいしいです。はい、おいしいです。지금까지삼계탕을만들어서같이먹어보았고요재료만있으면은간단하게할수있는요리니까집에서한번해보시고댓글도꼭남겨주시면감사하겠습니다。今日の삼계탕講座はここまでです。この動画がいいと思ったらいいねとチャンネル登録コメントよろしくお願いします。またねー。またねー。